長崎や清は、日本のノルディックスキークロスカントリースキー選手、放送記者、ニュースキャスター、実業家。元青森放送代表取締役会長、青森商工会議所相談役、東北東門スキークラブ会長、青森県スキー連盟会長、青森県南津軽郡大和二町生まれ、早稲田大学卒業。旧姓、松岡。 小学校3から4年時、大和にスキークラブ会長を務めた父の義助に連れられ、アジャラ山で滑り始め、間もなく、学校で一番早かったから自然な形で、距離スキーに入っていった。青森県立広崎高等学校で、超年武器の指導を受け、2年時に、全国高等学校総合体育、大会のルディックスキークロスカントリー男子15キロで優勝。 同大会のリレーで広高は優勝した。大学、日本系金属時代と二度の冬季オリンピックに、クロスカントリーの日本代表選手として出場。1972年の札幌オリンピックを最後に、スキー選手を引退。1973年に、青森放送入社後、21年にわたり、報道記者を務めた。記者時代、カメラバッテリーを自宅へ持ち込み。 第三時事にタクシー会社へ迎えに来てくれるよう依頼。それが身を結び、入社半年後に起きた深夜の家事時は即その様子を捉えることができた。報道部長就任年の秋、会社からの指令によりアメリカ合衆国へ1ヶ月間視察。現地の大統領選挙で出口調査の存在を知り、1989年5月の青森市長選挙より県内各地で行われる、 選挙の報道に取り入れた。その後、日本テレビ系列全国報道部長会議での発表を経て、キー局、日本テレビで日本初の国政選挙における出口調査が開始された。社外では2012年10月1日より、青森県スキー連盟会長、同年11月26日より、青森商工会議所相談役をそれぞれ務める。9名 松岡明義に関するカテゴリー、ありがとうございます。